あれ、ここは。おお、だいぶ良くなったぞ。多分こんなおかしなところ見たことなかったから、ちょっとびっくりしちゃったんだ。テイワと一のガイドのくせに恥ずかしいところ見せちゃったな。ひひ、うん。あ、そういえば眠ってる間、夢の中でずっと牛の鳴き声が聞こえてたんだけど。あ、そう、この声だ。牛よ、お前がオイラのこと見ててくれたのか。旅人、コウマ大聖が目覚めたようだ。支障ない、心配は無用だ。夜叉がまとう骨性は人に害をなすものだ。あまり近づくな。私には仙人の血が流れている。見くびられては困るな。どうだかな。オイラが寝ている間に何があったんだ。ショウがここにいるなんて。お前らにどうにかして来いと言われたから来たまでだ。コウマ大聖、何があったのか話してくれないか。かしこまる必要はない。ショーでいい。ああ、わかった。ただの、つまらぬ戦いだ。この地を訪れたのは、ある人物を探すためだった。だが、そいつは我が思っていたのとは全く違った。普段は敵家衆の養老を守るため、防御旅館にいるとピンバーヤから聞いた。それが人探しをするとは。まさか相手は仙人か。不赦という名の夜叉を探している。不赦、あなたと並ぶ五方夜叉の一人の不赦か。だがあなた以外の四人の夜叉はもうこの世にいないはずだが。一説では確かにそうだ。だが不赦の遺体だけは見つかっていない。夜叉とは、魔人の残骸を払うものだ。長年残骸を払い続けるがゆえに、その身は骨性に染まり、いつか必ず狂気に陥ってしまう。我が最後に不赦と会ったのも、奴が狂気に飲み込まれたその日だった。奴は去った。行方を知る者は誰もおらず、我も消息をつかめていない。不赦は我ら五人の中で長兄のような存在だった。不赦はこう言っていた。夜叉の戦いは苦難に満ちたもの。生死に関わらず互いに助け合い、それぞれの居場所を把握しておくべきだと。もしかして狂気に飲み込まれたせいでその約束を忘れたのか。ありえなくはない。だがたとえ奴が忘れても、我は忘れない。我は生き残った者として、全員の行方を明らかにする義務がある。じゃあ、どうして双眼に来たんだ？まさか、ここに不赦の行方に関する情報があるのか？500年前、カーン・ルイヤの魔獣が双眼巨炎へ侵攻してきたのは知っているか？その戦いは長きにわたり続いた。だが噂によると、その中に勇猛で腕の立つ夜叉がいたそうだ。しかし、その夜叉の名を知る者はいない。夜叉は五人だけではないからな。必ずしも不赦であるとは限らない。そういうことか。でも、
ショウはその夜叉が不赦だと思ったからここまで調査に来たんだろう。断言はできない。だがそれ以外に手がかりはない状況だ。不赦は誇り高き夜叉だ。奴は戦う時に必ず名乗る。名を言わぬ夜叉は不赦のはずがないと思った。待ってくれ。もしかしてあなたが戦っていた相手は不赦で、あなたは彼にやられたのか。そうだ。そんな。カーン・ルイアの魔獣信仰、双眼での死闘、それにイエランの先祖、これら全てが裏で繋がっているような気がする。この世には偶然など無数にあるが、これほど重なることはあまりない。まさか遺言にあった方法、大義版とも関係があるのだろうか。遺言？ああそうだ、私はとある遺言のためここに来た。あなたはこのようなことにあまり触れないようにしてきたのだろう。人も仙人も願いや神事を遺言として残し、他人に思いを託すんだ。それを残すのはいつでもいいのか。おいおい、なんだよその今すぐにでも遺言を残しそうな表情は。お前たちが我の幻影を見たと言ったのは偶然ではない。この空間は仲間を求めるお前たちの心につけ込み、自ら罠にはまるように仕向けた。だが単純な欺瞞ではすぐに露見してしまう。わずかな偽りの混ざった真実というのが最も恐ろしいんだ。ここがお前たちに聞かせた声も、確かに我が口にした言葉だった。実際に声を聞かせ、焦燥感を駆り立てる。一方的に送った情報は、おびき寄せるための餌となる。もし空間の裂け目を利用して、我らが接触していなければ、すでにこの中の誰かが欠けていたかもしれない。この空間は、獰猛な殺戮より、魂を消耗させることに重きを置いているようだ。そんな。相手は悟い、ここに長居すべきではない。たとえ用が済んでいなくとも、お前たちをここから外に送り出す方法を考えなければ。バレが来たのは警告のためだ。ここは極めて危険な地。長居すれば、空間に蝕まれる。でも、どうしてショウはそんなこと知ってるんだ？おそらく、亡霊のように、地下をさまよう影となるだろう。どうやら、あなたもそれを見たようですね。イエラン、戻ったのか？ええ。みんなの話を聞かせてもらったわ。私も地下で異常現象を見たことがあるの。ここにあるはずのないもの、一瞬で消えてしまう奇妙な人影、いずれも現実のこととは思えなかったわ。幻影か。最初我もそのように思った。だがことはそう単純ではない。いずれその幻影たちが実体を持ち、お前たちを襲う可能性もある。先ほどの話から察するに、あなたは脱出する方法を知っているのですか？確証はない。ただの憶測だ。縁妃の言うように、この空間は錯綜している。だが地下もあるようだ。我は双方の空間のつなぎ目に衝撃を与え、裂け目を作ることでお前らの元にたどり着いた。故に我の全力を注げば、この混沌とした空間を切り裂き、道を作ることができるだろう。なるほど。強力な衝撃によって空間に影響を及ぼすのですね。その可能性は私も考えていました。全力を注ぐとはどういう意味だ？要は我の全てを出し切るということだ。待てよ。オイラたちを送り出すっていうことは、ショウはここに残るつもりなのか？まさか。
彼はこの地下で不赦と会った。故に、この地の恐ろしさをよく理解している。裂け目を作るにしても、瞬間的な衝撃で作れるのは、小さな傷が関の山だ。外に出るには、通路を維持するため、力を注ぎ続けねばならない。命を懸けることには慣れている。これは、我にしかできぬことだ。そんなのダメだ。たとえ言っていることが事実でも、私は納得できない。オイラもだぞ。一人を犠牲にしないと出られないなんて、そんなのいい方法じゃない。実行に移せる策があって初めて、その良し悪しを論ずることができる。だが今はそうではない。他に策がないゆえ、お前たちはここで立ち往生しているのだろう。しかし、あなたのその方法は確実に成功するのか。保証はない。そんなバカな真似すんなよ。確証のないことのために命を懸けるなんて割に合わないぞ。とにかくその策には賛同できない。ならば、これが我の遺言だと言ったら。あなたは。それがあなたのお考えですか。率直に言って、この計画は成功も安全もどちらも保証できません。おっしゃる通り、人にとってヤシャは危険な存在です。ですが、そのような独りよがりな計画を突然押し付けられて、私たちがどうして納得できると。過酷な戦場では常にそうであった。不利な状況では命を落とさねば解決できないこともある。犠牲を恐れて動かなければ、勝算すらも生み出せない。私も、死の淵に立つような戦いを経験したことがあります。そのような極端な方法は、本当に手を尽くした時まで、口にしないでおくものです。理解してもらおうという気持ちはわかります。ですが、無駄な犠牲になる恐れがあるのなら、そんなことを言っても、士気が下がるだけです。本当に全てを捨てる覚悟があるのでしたら、他人に意見など求めはしないはずです。あなたは、ご自身が思っているほど、冷酷な方ではありません。それに、逃げるために誰かを失っては、元も子もありません。イエラン、そんなことを言うな。とにかく、今はまだ、命を懸けるような時ではないかと。もしかしたら、まだ調べ尽くせていないだけで、隠れた道があるかもしれません。もしそれが見つからなかったら、見つからぬままに、自己犠牲の道すら選べないほど衰弱してしまったら、どうするつもりだ。この段階であなたを犠牲にすることと、未知の出口を見つけることの成功率に差はないはずです。この二つの策に優劣がない以上、すぐに行動に移すこともできません。全力の一撃でこの空間を壊せるだと？はっは、いいこと聞いたぜ。誰が残るか残らねえかなんて、そんな話俺様は聞きたかねえ。結局はこうすりゃいいんだろ？さあ、どこのどいつが俺様たちを閉じ込めてやがる。待ちなさい。こいつを食らえ！みてえだな。だが他にも道があんじゃねえか。英雄でも何でもこの俺様が引き受け。言わんこっちゃない。親分はいつもこうだ。忍ぶ？
おそらく親分はさっきの一撃で力を使い果たしたんだ。だがもしかするとそのおかげで道を切り開けたかもしれない。あの道を安定させられるか確認してくるわ。私たちが言い争っていたから彼はこのような行動をしたんだろう。親分は昔から仲間割れを嫌がるんだ。荒滝派のみんなが喧嘩をしている時も親分は驚くようなことをしてみせてその場を鎮めてくれた。親分は今日その時と同じことをした。まだ知り合って間もないがきっとみんなのことを仲間だと心から思っているんだろう。うん。親分は他人が犠牲になることを嫌うけど無意識のうちに似たようなことをする。でも一つだけ他の人と違うところがあるんだ。親分は自分なら犠牲にならないと思っている。どんな困難も乗り越えられると自分の力を信じているんだ。どんな自信だよ。それじゃあ翔の言ってたこととあんまり変わらないじゃないか。こいつ親分は人の意見を聞かないからな。それにいつも考えるより先に行動してしまう人だ。きっと自分の前に立ちはだかる困難なんて簡単に解決できると思っているんだよ。親分だけじゃない、荒滝派の人たちはみんな多かれ少なかれそういう節がある。だから私みたいな後始末役がいるってわけだ。どうせ止められないのなら行動させた方がいい。それにバカは勘がよく働く。さっきの一撃も案外効果があるかもしれない。なあ、イットは大丈夫なんだよな。すまない。いいえ、謝る必要などありません。あなたもイエランさんも二人とも正しかった。でももしあなたが荒滝派の一員だったら私はイエランさんに味方していたでしょう。親分は決して犠牲になろうと思って行動したわけではありません。きっと自分が切り開いた道を進めば出口が見つかると確信していた。それに最後はみんなで外に出られると信じていたはずです。要するにここにいるみんなのことが大切なんだと思います。私たちは互いに支え合って脱出すべきです。あなたが生き残ることは一部の人にとって、いいえ大勢の人にとってとても意味のあることなのですから。忍ぶ。全員ができる限りのことをして出口を探そう。まだ可能性はある。出口はどこかにあるはずだ。親分のことなら安心して私に任せてくれ。みんな、あの道は外の世界ではなくもっと深いところに続いているようだったわ。そんな、じゃあイットがしたことは無駄に。いえ、調べてみる価値はあるはずよ。私が先に調べてくるわ。なるほど、そういうことか。わかったぞ。え、何がわかったんだ。覚えているか、私たちが探している方法はまだ見つかっていない。もしこの秘境が人の想像や求めるものを実在するものとして映し出してくれるのなら、その特性を利用することでそれを見つけることができるかもしれない。あ、なるほど。だからイエランにも諦めるなって言われたんだな。方法ってきっとすごいもんなんだろ。まあ必ずしもそうとは言い切れないが、試してみる価値はある。我が何とかする。行かせてやれ。だがもしお前もその秘境へ行くつもりなら私も同行しよう。私は戦闘がそんなに得意じゃないからな。一緒にいた方が安心できる。ああそうだ、そのお前はショーと仲がいいのだろう。さっきのイエランは少し言い過ぎていた。彼女の代わりに謝るよ。しかし先ほどの様子を見るに、あそこまで言わないとショーは聞き入れてくれなかっただろう。
それにイエランはもともとああいうのを気にする人だからな。必ず全力で止めていたはずだ。私の知る限りだが、彼女は以前の仕事で戦友を失っていてね。彼女は救出された生き残りなんだ。そのためか他人が犠牲になることにどうしても抵抗感があるんだろう。救われた命は重圧を感じずに生きていけるのか。救われた側も決して楽ではないというわけだ。私が彼女だったら彼女以上にうまくやれる自信はない。お、そうだ、少し待っててくれ。すぐ戻る。ケツ。よし、これで安全だ。イットが戦えない今、術でお前たちに守りを施した。ありがとう先輩。そっちも気をつけてくれ。ああ、お前もだぞ。よし旅人、そろそろ行こうか。